こんにちは。こんにちは。今日は。スパイラルの。話です。スパイラルの告知ってこと。<laughs> そうなの。また始まります。今年も東京。毎回やってるよな。もう、もう結構長な。はい、もう結構定番化してきてて。うん、今回は。はい、久しぶりに。うん、ディスプレイをやります。どういうこと。東京へ行きます。 そうなもう10年ぶりぐらい、うん、ディスプレイをやるのやるの <laughs> やる、ね、<ー>そのちょっとしばらく何と言ったらいいですか西脇に引きこもっていましたがはいでもそうやけど引きこもっていたけど<え>最近出まくってるやん,あそうなんで自分がやりたいこうなんて やりたいって言っちゃだ興味のある動物さんのところにはいくらでも行くんですけど、うん、あの実際にお金を稼がなきゃいけない現場の方はもうみんなに任せちゃってう、ね、何もやっていませんでしたが、はい、ちょっと反省しまして、はい、一回ちょっととと現場を見にに行こうというこうういなりました、はい、でやっぱり百貨店とかでも採掘させていただいてるし、うん、いろんなとこで採掘してるんですけど、うん、スパイラルが一番何て言うのかな自由にやらせてもらえる場所なんですよ。 かつちょっと面白い場所っていうか、うん、だからね決めてないねまだ。ノープランどうしよう,う材料だけは揃えて、うん、現場でやるっていうのやってみようってことになりました、うん、できるかなできるかなも本かさん頑張ってって感じ <laughs> っていうことで <laughs> あ<の><ー>だからちょっと今までとは見せ方は10年ぶりに。 帰れたら面白いんじゃないかなと思ってます。でも元岡もさ、初参戦なんじゃないですか。うん、そうですよ、初東京。逆になんか俺は、うん、俺的にはその玉木2位目が出るんじゃなくて、うん、なんかこう元岡のクリエーションを見てみたいなっていう気持ちもあるけど。いや基本的に今回は元岡です。うん、ディレクション元岡で、はい、私横からちゃちゃ入れる人っていうぐらいの感じなので、はい、なんか新しいチームになってそんなこともやれたらいいかと思っています。うん、でまあ。 今後はね困難、まあ、できたらいいかなと思ってる次回の告知していい、はい、まだやるか決めてないけど今日か取ってないけどね、うん、そのオープンと同時にディスプレイが始まる<ー>何もないのこのこところに一個ずつ運び入れて飾っていくのをお客さんも見ながらでもお客さんもちょっと手伝いながらとかいうのができたら、うん、あのこの間の仕立て屋のサーカスさんみたいで面白いかなと思って。 なんかそういうのもスパイラルだったらできそうな気がするなと思って、うん、想像を巡らせているんです、うん、はい。なのでスパイラル楽しみにしていてくださいお待ちしていますはい,はいじゃあねバイバイねねねえチャイちゃんチャイちゃんチャイちゃんねスパイラル来てくれるスパイラル来てくれる一緒行く